よし、こんばんは皆さん。皆さん勉強してきましたか？今日やることは検定をやります。書いた通り。わかる？なんか光が青白い。でも何もつけてないんですけどね、ただの部屋の光だけなのに、なんか光当ててるみたいに見える。なんでだろう、夜だから。ということで、紙とペンは用意しましたか皆さん？問題を作ってまいりました。私は、はい、ノーベンの方もいるんですか？3級はね、あの今回3級なのでめっちゃ簡単だと思います。多分肌が輝いてる、やった。多分ハイライトとかじゃない？ハイライト大好きなんだから私。ということで、紙とペンを用意して、今まだ持ってないよって方は今すぐに取ってきてください。3級はあの主に基本問題なので普通に解けると思います。そう、級があるんです。3級2級1級があって、そう、皆さんは何級まで取れるのでしょうか？ちなみに点数は10問あって100点満点中80点以上で合格です。3級だから10問だから8問あってれば3級獲得です。はい、ということで皆さん頑張ってください。試験会場はこちらです。遅刻してませんか？カンニングはしたらもうね、受けられなくなります。今後2級も1級も受けられなくなりますのでご注意ください。ということで、1問目でるん、生年月日を答えてください。これはくる、生年月日、私の生年月日を答えてください。答え合わせは最後ね。生年月日を答えてください。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。はい、1問目終了。勉強したところ来ましたか？楽勝ですか？お、皆さん余裕ということで、じゃあ2問目いきます。3級なのでね、やっぱ基本問題だよ。出身地を答えてください。私の、わかるよね。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。ゼロー、簡単すぎですよね。これは出身地です。じゃあ3問目いきます。3問目、血液型を答えてください。簡単すぎますか？10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。ゼロー。いや、めっちゃ簡単だわ。やっぱ3級はやっぱ超簡単なんですよ。次、4問目いきます。初期の髪型はどういう髪型でしたでしょうか？10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。ゼロー。これはわかりますよね。わかるよね。じゃあ次、
5問目いきます。みんなついてきてこれてますか？ちなみに大丈夫そうだね。じゃあ5問目いきたいと思います。5問目よね、わかるよね。遅れたので1問目がわかります。丸2出身地、丸3血液型、丸4初期の頃の髪型で、今言ったのが初日デビューした公演の正式名称ということで、お、余裕ですか？あ、公演に入ってくれていた方もいらっしゃるみたいで答えられてそうですね。じゃあここからあと5問いきたいと思いますがついてこられていますか？簡単ですか？今のところ全部合ってる自信があるっていう方もいる。さすがですね、さすがじゃあ次いけます。6問目、サイリウムカラーを答えてください。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。はい、答えられましたね。次7問目いきます。公式のあだ名サーヤと、もう一つのあだ名は何でしょうか？公式のあだ名です。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。イエーイ、誰もありがとうございます。カウント早くなった。そう、みんな簡単っていうからちょっとカウント早くしてみた。次、8問目、私が研究生公演で担当しているユニットの名前を正式名称で答えてください。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。答えられましたね。はい、次いきます。次8問目、あ、違う、9問目、私の身長、今の身長答えてください。ちなみにこれ多分プロフィールと変わってます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。難問だよ。でもこれはね、何回か言ってるんですよ実は。急にむずい。何回か言ってるんだよね。ハートありがとうございます。だから分かる方は分かると思うんだよね、身長ね。です。これは最近のことなので、最近の私の活動をチェックしている方ならわかると思う。10問目ラストの問題です。新しくできたウサーヤ、ベアーヤに続く新キャラの名前を答えてください。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。終わりました。11分ありがとうございます。お、昨日ね、昨日の配信を見た方とか、フォトログを見てくださった方とか、モバメを見てくださった方は分かると思う、この問題。9問目だけ怖い。9問目、まあね、ちょっとはさ難しい問題入れとかないとやっぱあれじゃないですか。そう、最近すぎでしょ。でもあれですよ、10問中8問合ってれば合格ですから。身長1級でもよかったか。いや、なんか他の問題が簡単すぎたから、なんか1個ぐらい
ちょっと難しいの入れとかないとと思って入れました。皆さん10問答えられましたか？やっぱ身長が難しかったみたいですね。お、90点は確保。おー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 、合格できた気しますか？さすが。1級怖いでしょ。3級でこれなので2級1級でどんどん上がっていくので、そうそうそう、なので頑張ってください。じゃあとりあえず皆さん解けたっぽいんですけど、もう一回最初から問題振り返ります。今から来た方でも、1問目生年月日を答えてください。2問目出身地を答えてください。丸三、血液型を答えてください。4問目初期の頃の髪型を答えてください。5問目私が初日デビューした公演の名前を正式名称で答えてください。6問目サイリウムカラーを答えてください。7問目公式のあだ名サーヤともう一つのあだ名は何でしょうかという問題です。8問目研究生公演で私が担当しているユニット名を正式名称で答えてください。9問目身長身長を答えてください。10問目ラストの問題は新しくできたウサーヤベアヤに続く新しいキャラクターの名前を答えてくださいという感じで10問作ってみたんですけど、どうでしたか？誰もありがとうございます。難しかったですか？結構最初の方の問題はもう楽勝っていうコメントがたくさんあったんですけど、その9問やっぱ身長とかがね難しかったみたい。みんな3級って感じだったでしょ。手汗かいた。10秒制限で焦りますか。あということで皆さん答え終われましたかね。答え合わせいきますか。いいかな、ちょっとじゃあ投票でちょっと答え合わせしていいよって方は1の方で投票してください。答え合わせしていいよっていう方は1番、ちょっと答えてるよりも弱まってっていう方は2番で。14分ありがとうございます。追試？追試はないです。一回勝負です。あ、いいっぽいね。なんかあ、みんなあ、でもちょっと答え大丈夫かな。でもほとんどの方がいいよっぽいかったので、いいですかね。答え合わせいきます。誰もありがとうございます。では1問目から答え合わせをしていきたいと思います。1問目生年月日という問題でしたが、ドゥル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 ドゥン、答えは2000年10月14日生まれです。はい、ちなみに合ってましたか皆さん。の合ってましたか。あ、丸っていう方が多いみたいです。そう、私2000年生まれなんです。ぴったり。お、皆さん合ってるようでよかったです。では2問目答え合わせしていきたいと思います。2問目は出身地ということで、私の出身地はドゥルル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 ン、茨城県です。茨城県です。茨城生まれです。これも分かりましたかね皆さんね。丸ですか。うん、丸が多い。そう、川越じゃないんです。そうそうそう、ややこしいよね。苗字川越なんですけど茨城県ということで、皆さん合ってたようでよかったよかった。じゃあ3問目いきたいと思います。3問目血液型、私の血液型は B 型です。これ反対？
反対になってんのかな。 B 型でーす。そう、実は B 型あの研究生で一人しかいなくてびっくりしました。あ、反対だったみたいで、こんな感じ、あ、あ、こんな感じかな。 B 型です。そう、唯一ね、私だけ B 型だったっていう、最近知ったんですけど、そうそうそう、なので覚えやすいかもしれないってことで B 型でした。4問目、初期の頃の髪型、初期の頃の髪型はですね、ポニーテールでした。ポニーテール一人だっけ。そうなんです、研究生では B 型一人なんです。初期の髪型はポニーテールです。お、丸ですか。皆さん当たってるようで、結構あれですよね、なんかポニーテールすっごいなんかずっとしてたからさ、印象あるよね。印象あるよね。ポニーテール好き。今はあのおろしで編み込みしてます。ここ両サイド編み込みしてるんですけど、初期の頃の髪型はポニーテールでした。ということで次、初日デビューした公園の名前、これはですね、ほこりの丘公園です。ほこりの丘公園に初日って出させていただきました。そうそうそう、懐かしいですね。この時もあれですね、やっぱ初期の頃だったんでポニーテールでずっと公園に出てました。よかったですか、ありがとう。懐かしいですよね、衣装もすっごい可愛かったし、もうあれ靴がすっごい踊りにくいのよね、ほこりの丘公園の靴。そうそうそう、でもスタイルよく見えるあの靴は。初日公演入れてる方ありがとうございます。初日入ってくれた方もいるみたいね、ありがとう。また見たい。本当ですか。でもめっちゃ緊張してたよもうね、すごい緊張しましたあの時はね。衣装すごい似合ってた、嬉しい、ありがとうございます。ありがとう、嬉しい。ではでは、お褒めの言葉をいただいたところで次の問題の答えを、サイリウムカラーですね。サイリウムカラーは私2色なんですけど、1つ目がオレンジで、2つ目が水色です。オレンジと水色で2色使っております。これは楽勝ですか。お、この理由は何。理由はね、あのなんかなんだろう、本当になんか余ってた色って感じ。そう、とりあえず被らないようにしなきゃいけないじゃん。でなんか余ってた中で一番なんかいいなって思った色。でも今はすごい気に入ってて、なんかだから水色とオレンジみたいな色を見るとすごい反応しちゃう、自分で勝手に、あって。そう、サイリウムいつも振ってくださってる方ありがとうございます。もうね、見つけちゃう、こうピッピッピッってね、まあ、センスいい、ありがとう、嬉しい。2期生結構あれなんですよね、オレンジ多いよね。オレンジがね結構余ってた気がするんだよね。だから結構2期はオレンジ多いのかなって思いますけど、私は好きですね。ということで次、7問目、公式のあだ名サーヤともう一つはということなんですけど、サーヤンでございます。サーヤとサーヤ21分ありがとうございます。サーヤとサーヤンです。サーヤンでした。わかるよね、サーヤンね。次次、8問目、研究生公演で担当しているユニット名はということで、ユニット名は星の温度でございます星の温度です。これも合格、あ、これも余裕そう、星の温度を担当させてもらってます。
見てね。次次9問目ですよ、皆さんお待ちかねの9問目。心の準備はよろしいですか。はい、こちらの問題正解はですね、あ、ちなみに公式プロフィールだと多分162って書いてあるんですけど、あの伸びまして身長が163センチになりました。あ、でもね、確かにコメント欄に 163.2 って言ってくださってる方がいるんですけど、まあ、それもそうなんです。細かく言っちゃうと 163.2 とかだったんですけど、でもやっぱあの四捨五入とかすると163なので、どちらも正解ということで、それは 163.2 の方も正解で、163センチって回答してくださった方も正解です。162の方は5点あげます意味なみたいな5点あげます。5点、うん、ってことで当たりましたか。何の5点。まあ0点よりはね、ほらやっぱプロフィール覚えてくださってる方が嬉しいからさ、やっぱ5点はあげちゃおうかなみたいな感じです。すごい結構合ってらっしゃる方多くてびっくり。次次最後の問題、新しくできたうさあやべあやに続く新キャラの名前ということで、こちらはですね昨日の配信で発表したんですけど、ねえやんということで、私のあだ名のさあやんとかけてねえやんにしました。24分ありがとう、ピピピピイイイということで答え合わせ終わりましたけど、皆さん採点してください。自分で80点以上合格だった方、じゃあ合格だった方1番、合格の方1番、100点すごっ、100点多い、95、身長のやつか、85、お、みんなでもすごい、80点満点合格してる、みんなギリギリ合格、よかった。で直してきます。100点でしたか。限定遅刻して参加できなかった人、どうしよう。それは配信を見返してカンニングしないでやるっていう、それで80点以上だったら合格です。合格ですよ。あ、終了しよう。お、ほとんど合格してますね、77% ぐらいの方は。さすがでございます。ということで今日はこの辺で3級の問題終わったんですけど、どうでしたか。合格率は 77% みたい。再試験、再試験は考え中。あ、でもあれですよ、2級勝っちゃえば3級通り越したことになるから、次2級受けてもらえればってことです。ちなみに今日であのオーディション合格してから2周年だったんですね。それでちょっと確かめるみたいな感じの検定だったんですけど、まあ、たまたまこの日だったんですけどね。そう、2周年、ありがとうございます、おめでとう、たくさん。ね、早いですね、2周年。おめでとう、嬉しい、あっという間です。そう、今
成長しましたかね。ね、本当だったらね、今日公演とかあればね、よかったけど。配信ということで27分ありがとうございます。こんな感じじゃない？今日もお疲れ様、ありがとう、お疲れ様です。最初オーディション何歌ったの？ハート型ウイルスを歌わせていただきました覚えてる？これこれねえ、でも嬉しいです。その時からも応援してくださってる方もいるんですねそれ試験に出ますかって今言っちゃってる。急に出てくるかもよ。ナナミが褒めてた。え、これをありがとう。少しでも皆さんから見て成長して、なんか成長できていたらいいなって思います。あと1分、早っ、早っ早っ早っ。まあそんなこんなで今日は3級の試験ということだったんですけど、結構、77% くらいの方が合格してらっしゃったのでおめでとうございます。賞状をあげたいところです。皆さんあれですね、3級獲得自慢してください。川越さや検定3級取得みたいな感じでおめでとうございます。ツイッターのプロフに書こうかな。あ、いいと思います。皆さん今日獲得できた方はぜひぜひプロフィールなどに書いてください2級取ったらまた2級でどやってくださいはい、そんな感じで今日はこの辺で終わりたいと思います。受験してくださった方ありがとうございました。遅刻しちゃった方は見返してくださいということで、バイバイ、またね、ありがとうございました。おやすみなさい、バイバイ。